プロイセンクニュー鉄道 P8 型蒸気機関車は、プロイセンクニュー鉄道が1906年からベルリン機械製造及びその他12のメーカーで製造したロベルトガルベ設計による蒸気機関車である。後に、ドイツ国営鉄道においては38.10から40型に分類された。これは不成功とみなされた P6 型の後継機として意図されたものであった。 P8 型の運転台、P8 型は当時ちょうど、当初はガルベは P8 型を急行列車用にも設計していたため、最高速度は時速 110km を出せるように考えていた。この結果、初期の車両は空気抵抗の小さい風切り型の運転台を搭載していたが、重量バランスが悪かったために、ガルベの期待したような最高速度は出すことができず、 結果的に最高速度は時速 100km と査定されたが、P8 型は平坦路線において列車重量が300トンなら時速 100km で走れ、勾配区間でも300トン列車を時速 50km で牽引できる能力を持つので、致命的な問題にはならず、最大軸重17.2トンと大型機関車としては軽い方なので、過客療養として幹線の旅客列車から 視線の貨物列車まで、あらゆる種類の列車を牽引することができた。P8 型の特徴の一つとして、カップリングロッドで連結されている3つの動輪のうち、第二動輪と第三動輪の間隔が広く離れていることがある。また当初は P8 型は蒸気ドームを砂箱の後にのみ装備していたが、後に前側にも追加された。さらなる構造上の変化が、運転台の屋根、助、 煙板や様々な外部の部品などに見られるが、本質的には、最初のデザインは残されたままであった。小型の転車台でも機関車を転向できるように、するために、プロイセンクニウ鉄道では当初、P8 型に、水21.5立方メートルと石炭7トンを積む、炭水車を組み合わせた。後に、ドイツ連邦鉄道では38型に、 運用を終了した、いわゆる、戦時機関車と呼ばれる、戦時設計の機関車の淡水車と組み合わせられた。これは特により多くの石炭を詰める、船底型淡水車が用いられた。これによって、後日の高速更新時のひどい揺れ方が治り、更新時の最高速度は時速5 0トルから時速8 5トルに引き上げられた。これに対して、 ドイツ国営鉄道も、やはり運用を終了した17型蒸気機関車の淡水車を利用した。こうした淡水車は長距離淡水車と呼ばれた。ゲウ線を走る P8 型最初の重量の発注は、シュバルツコップに対して1906年に出された。14両の急行用客車を経営した、試運転は素晴らしいものであった。この型の最初の機関車は、国際的にも有名となり、 まずライン側地方において、ケルン2401号の番号を与えられて、運用についた。初期に見つかった問題点として、動輪の車軸が小さすぎて、軸焼けを頻繁に起こすこと、プロイセン流の箱型淡水車との連結が弱くて、更新時に速度を上げるとひどい揺れ方をすることなどの問題があったが、標準的な部品ですぐに修理ができたし、特別の技能を持つ。 機関士がいらず、いろいろな任務がこなせる万能選手の方が、鉄道経営者たちに気に入られ、重大な改造もされることはなく、量産が続けられた。世界大戦後は敗戦国だったドイツが、戦時賠償で、フランス、ベルギー、その他東ヨーロッパ諸国に与えられたため、ヨーロッパのあちこちの場所で使われ、ドイツ本国でも、量数が多く使いがあってが良かったため、最後の P8 型が、 運用終了したのは東ドイツ国鉄では1972年、西ドイツ国鉄では1974年のことであったが、外国ではこの時点でもまだ現役がおり、500両以上の P8 型が50年以上にわたって運用された。P8 型を最も多く生産したのは、シュバルツコップで1025両を生産した。続いて、 カッセルのヘンシェルが742両を生産した。プロイセン国有鉄道以外に、オルデンブルク大公国国有鉄道が5両、メクレンブルク大公国フリードリヒフランツ鉄道が13両を購入した。また後に、ザクセン機械製造やエスリンゲン機械製造など、すべてのドイツの蒸気機関車メーカーが p 八型製造に参加している。第一次世界大戦後、賠償と、 潜在被害により、機関車不足が発生したことを補うため、カールスルーエ鉄道局が、カールスルーエ機械製造において40両の P8 型の再生産を行った。これらの機関車は、フィリンゲン、マンハイム、カールスルーエに配置され、1153号から1192号の番号を与えられた。 ドイツ国鉄では383793から383832へ1925年に改版された。ポーランド国鉄において OK1、OK、型として走る P8 型。1976年8月、ルーマニア鉄道の230型、ルーマニア製。サリシュテにおいて10連運転をしているところ、1972年資料により、 異なるが、P8 型は1906年から1923年にかけて、ドイツ諸国において3556両あるいは3561両が生産された。この中には、第一次世界大戦の占領下のワルシャワやブリュッセルにおいて使用するために製造された60両あるいは65両を含む。これらのうち627両が第一次。 世界大戦の賠償として戦勝国に引き渡された。ポーランドが192両、ベルギーが168両、フランスが162両、イタリアが25両、ルーマニアが18両、リトアニアが11両、ギリシャが10両を受け取った。また、国際連盟管理課のザールの鉄道に41両が引き継がれた。1923年までの間に、 新たに設置されたドイツ国営鉄道は P8 型を新造機で補充し合計2933両を所有していた。これらの機関車は38001から3832、383951から4051の番号を与えられていた。3556両あるいは3561両の ドイツの鉄道で生産された P8 型の他に、ポーランドで65両が1922年から1923年にかけて、OK1、OK、型として、ルーマニアで95両が1921年から1930年にかけて生産された。さらに226両がルーマニアにおいて1932年から1939年までの間ライセンス生産された。 ルーマニアにおける戦艦機のコピー生産を含めると合計三千九百四十八両の p 八型が生産され、これまでで最も成績優秀で製造量数の多い機関車となった。第二次世界大戦後三三十十八千千六九、百九十一、千四百三十四、千六百七十七、千八百九、千八百十八、二千五十二。 2692、3264、3495 32、34 3525がオーストリアに残された。382052は1952年にドイツ連邦鉄道に返却された。38391、1434、1818 18、3495、3525はソビエト連邦に送られた。 残りの機関車はオーストリアにおいて638型となった。2004年にオーストリア鉄道歴史協会はルーマニアでコピー生産された P8 型を2両購入し、1両はオーストリア連邦鉄道638型1301号の架空の番号を付けられて特別列車を牽引するために使われている。ポーランドの機関車 OK1、OK、型は 第二次世界大戦中ドイツに接収されたが、新たな賠償を得て、第二次世界大戦後は、QP8 型の機関車を、ポーランドは429両受け取り、1981年まで使用した。また、第二次世界大戦後ノルウェーにおいて3両が、イギリス軍により捕獲されている。これらの機関車は修理のために、コッペンハーゲンに送られ、結果的に、 デンマーク国鉄により買い取られて、デンマーク国鉄の T 型となり、297、298、299の番号を与えられた。最後の機関車は1973年に解体された。1918年製の P8 型ポ千四2455号、ライプツヒ,ヒにて1930年代以末には、ドイツ国鉄は老朽化してきた P8 型を、 新型の機関車で置き換えることを計画した。これがドイツ国鉄23型蒸気機関車の開発につながったが1941年までに2両の試作のみであった。1950年にドイツ連邦鉄道はより進歩した西ドイツ国鉄23型蒸気機関車を P8 型の置き換えとして運用を開始した。 1951年までに105両が生産された。動力の近代化に伴って23型の最後の運用は最後の P8 型運用のわずか1年後のことであった。ありがとうございます。